キリバス航空は、キリバス共和国たら和勘省のボンリキ国際空港を、ハブ空港とした航空会社である。ボンリキ国際空港を拠点に、キリバスのギルバート諸島各地の空港やフィジーの南里まで国際線を運航している。2009年にコーラル山航空が設立されるまでは、キリバスで唯一の航空会社であった。キリバス航空の ATR72 キリバスでは、 1977年10月31日から国営のツンガル航空がキリバス各地やハワイ、ツバルへの路線を開設していたが1994年に経営破綻したためツンガル航空に代わる新たな航空会社として1995年4月1日にキリバス航空が設立された。キリバス航空の路線はかつてのツンガル航空の路線を継承したものであるが スンガル航空はキリバス東部に位置するライン諸島キリスイマスイ島のカシディ国際空港への路線を運航していたのに対してキリバス航空は運航可能機材未運用のためライン諸島への直行便を運航していない。なお2005年10月4日から2008年9月まではエアパシフィック航空の機材と乗組員をチャーターするという形で 本キ国際空港からカシディ国際空港まで毎週火曜日に1便直行便が就航していたがカシディ国際空港の滑走路の状態が悪化したことを受けて路線を休止した。2018年にエンブラエルと政府が E190E の2機購入契約したことで同期が納入される2019年以降直行便可能な機体を保有することになる。 2004年3月にキリバス航空は国際線の運航を取りやめたが2009年11月からナウルのアワー航空のボーイング737をウェットリースしたフィジー路線が開設され5年半ぶりに国際線が復活したキリバス航空の国内線路線図ピンクの線は矢印の示す方向のみ運航2007年12月に キリバス航空はデハビランドカナダ DHC-6 を購入することを決定し政府の承認も得たのだが整備コストの問題から中止することになったこの他に ATR72 が一機導入されていた時期もあったがコストがかかりすぎたために1年間で運用を休止したエアキリバチが E190E に導入へ純粋な国内線の運航が可能になる航空の 機材と乗組員で運行。ありがとうございます。